皆さんどうもこんにちは、ライナーズです。ここは東急田園都市線の宮前平駅に来ています。この宮前平駅は2面2線のどこにでもあるような駅の構造をしてるんですけれども、まあもうお気づきの方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。車両とホームドアの間になぜかこの謎の空間があるんですよね。東急はホームドア設置 100% を全て設置完了しました。子供の国線と世田谷線を除いて全て完了したのかな、したんですけど、この宮前平駅のホームドアだけこの車両とドアの位置のこの間に謎の空間があるんですよね。今この通過列車、これ回送列車なんですけども、見てみると分かると思うんですけども、なぜこのドアと車両の間にすごい隙間ができているのか。他の東急の駅はこんなに隙間ができていなくて、この宮前平駅だけ、東急の駅では宮前平駅だけこのような謎の空間が広がっているのですね。でなぜこの謎の空間が広がっているのか、今回ご紹介していきたいと思います。黄色い展示ブロックは外側にあって、この黄色い展示ブロックの内側にホームドアが設置されてるんですよね。だから黄色い展示ブロックの普通だったら外側にホームドアが設置されてるんですけど、この宮前平駅だけ例外で、なぜここにホームドアが設置されているんでしょうか。皆さんちょっと考えてみてください。多分ね、知ってる方までいらっしゃると思うんですけれども、これホームドアから手を出さない、ドアの前広く開けてお待ちください、足元注意とか、でその既存の展示ブロックの後ろにまた展示ブロック、これ貼ってるタイプなんですけど、展示ブロックがね入るんですよね。だから少しホーム側が狭くなっちゃってる感じなんですけれども、これにはしっかりとした理由がありました。ありましたというところだから、もうね解決してるんですよね。反対側のホームを見てみると、ホームの内側にお進みくださいという表示が書かれています。このホームの外側、こうホームドアより外側にはいないでくださいよという注意喚起がねすごい貼られているんですよね。一つのドアに二つも両側に設置されています。田園都市線は朝に混雑する路線だと知られていますが、混雑緩和の目的として6ドア車を導入しました。上は1両につき4ドア、下の写真は1両につき6ドア。ドアの枚数が多い分、乗降するのに時間がすごく短縮されたためメリットがすごいありましたが、ホームドアを設置するときに4ドア車と6ドア車のドアの位置が異なることから、少しホームドアを後ろに下げて6ドア車からお降りになられた方も乗降できるようなスペースを設けました。ですからこのような謎の空間が広がっているというわけです。田園都市線はホームドア全駅設置のため全て6ドア車を廃止しました。でもこの宮前平駅は各駅停車のみ停車する駅で、急行列車は準急列車通過します。これ急行列車は結構な速度を出して通過しますよね。ですから僕はねこれメリットがありまして、こう風よりも良かったじゃないですか。新幹線の熱海駅、東海道新幹線の熱海駅は転落防止とかじゃなくて風よけのために作ったんですよね。高速で通過するからというところで、あと東北新幹線、北陸新幹線、九州新幹線など新幹線とかは結構広くこの間が取られています。そしてこの宮前平駅に停車するこの各駅停車、東京メトロの8000系、東京メトロの8000系はですね、まあ、今度から置き換えがもう決まっておりまして、今度は1万8000系という新しい半蔵門線の新型車両と置き換えになります。でこちらが一つお隣の宮崎台駅ですね。これ宮崎台駅はしっかりこの隙間がないんですよね。宮前平駅が2015年にホームドアが設置されて、2015年時点はまだ6ドア車が混在していたことから、このような間隔が広げられました。現在では6ドア車は全て廃止されたため、この宮前平駅でしかこの光景は見られないということになっています。今回は東急田園都市線の宮前平駅に設置されているホームドアについてご紹介させていただきました。引き続き東急線の面白いスポットをご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。短い動画でしたが、ご視聴ありがとうございました。